ああなんか面白いことないかな。あるよ。お前の登場の仕方がもう面白かったからいいよ。いやツイッターでさー、うるむし決め込むつもりだこいつ。でその面白いものってなんだよ。お、話は聞いてくれるんだ。それがこれ。あーもうこれあれじゃん。最近話題のあれな。100日後に死ぬワニとかだろ。ちげえよ、それめちゃくちゃ前のやつだわ。ボケてごめんな、100日間生きたワニだろ。同じネタに解雇すんなかす。それ主に言えよ。ごめんなさい。話を戻して、丸日後に正体を明かす。変身キャラクターですよね。いやー本当に予想できないよね。予想どころかもう答え書いてあんだよここに。虫の切り抜きの才能がなさすぎて。ゴリ押すな。この人正体明かすの500年後らしいよ。一応予言に対抗しようとはしてるんだなこれでも。とりあえずツイート見ていこうよ。質問、過激に出たことはありますか？ある。質問者の声渋すぎだろ。どんだけいいね来てんだよこれ。リプライとかで正体バレてるだろさすがに。じゃあ見てみよっか。インプレッションこじき外人だらけじゃねえか。もう呪いみたいなもんだろこれ。他なんかまともなリプライないのかよ。本当にも成人がこんなことするなんて、まさに不穏定無だな。面白くないか。うわ出たよ人のリプランで滑ったこと言うやつ。これ絶対陰率で叩かれてるやつだ。なんかリプ一件ついてるけど寒い。めちゃくちゃ辛辣。まあリプはいいとしてそろそろ本題に戻ろう。グラスをグロシと言い間違えたことはあるか。ある。自信満々に答えることじゃねえだろこれ。あと質問も具体的すぎるだろ。もう確信ついてんじゃん。ポンコツのくせによくやろうと思ったなこんなこと。私を誰だと思いますか。フリーナバレバレじゃねえかよ。あとこいつら全員ファンティアやってんの。どこまでも胸が踊る幻想世界は金と踊る煩悩世界になったのか。ヒーローに関してはコンカフェもしててくさ。ボカロルス。それ当てたらダメなんよ。フォンテーヌ水没しちゃうんだよ。インプレこじきにも言われてんじゃねえか。フリーナ。いつもの。ちゃっかりアダールもファンティアしててくさ。ということで今回はフリーナで超怪カールハイゼン使っていきます。どうしたらその流れになるんだよ。セノワックを兼ねないし、石田明も服着ないし。石田明呼びやめろ。とにかく今はネタがなさすぎる期間。茶番でゴリ押しからちょっと強そうなパーティ紹介、これをするしかない。生々しい事情聞かされる視聴者が不憫でならない。今回のパーティーはナヒータに金箔持たせてギリギリですがヒールしてます。絶対ユクアキの方が強い。ダメバフで火力も伸びて配膳が7万とか出してたよ。それ配膳じゃなくて二突ナヒ。言論統制マトリックスやめろ。わかったわかった。二突ナヒーだと二突フリーナでゴリ押すクソパーティーですよ。マジでクソパーティーじゃねえか。二突効果にこんなの置いてるほよばが悪い。悪いのはお前だけど二突の性能じゃないよなこれ。貫突効果と入れ替えても違和感ないと思うわ。ライデンも二突したいね。貯金ゼロでカツカツ生活してるのになんでするんだよマジで。いやそれはおっぱいかな。はい煩悩。あ、そういえば質問箱というのをはじめまして。視聴者さんたちに結構質問いただいたんですよね。露骨な場つなぎきたよ。螺旋無言垂れ流ししてた前よりマシだろ。で今答えていこうかなと。だから今回は実質フリーなこするように見せかけた茶番質問コーナー動画です。うちの動画毎回思ってるんだけどマジで途中からずれるような本筋から。今回とか特にメガキャンまとめサイトでキャラ下げしてそうなやつは置いといて。ごめんそれ尊厳破壊どころの話じゃないから。早速質問返していこう。いつから変身始めたんですか。始めたのはバージョン 3.4 で割と最近です。イエランのワットフータオの桃に釣られました。はい、童貞。フータオ押し相手に回すとガチで怖いからやめとけ。よくいるよなこういうイキリオタク。いや、報告のギャーリストでフータオ一つしてない評価だからって理由で予告したらしいよ。ガチで相手に回しちゃいけないやつじゃんそれ。次の質問。普段どんなパーティで探索していますか。ヨルラン、ヌビレット、カズハ、ヨクジュツかな。フリーナは入れてないのな。戦闘の度に体力減るのは A 型には厳しいかな。血液型の問題なのかよ。次の質問行こう。いつも動画楽しく見させてもらっています。マジ感謝ですわ。普段のゆっくりたちの会話ももちろん好きなんですが、ガチャ配信の雰囲気とかストーリー中に席外で入っちゃった声とかも面白くて密かに楽しみにしております。今後生放送などされる予定はありますか。これからも応援してます。主、編集中に歯茎見せつけてます。視覚過敏になって苦しめかす。アイスしみるのきついからやめろ。配信は超不定期だけどやる気はあるぜ。質問感謝。なんかこの配膳やけにメルヘンだな。地雷系食感じゃん。気持ち悪い。配膳は他の人の目線気にしないから解釈一致だろ。続くところの話。うんこ。いつものごとく螺旋だよ。なんかサブリミナルヌビレットした気がするけど気のせいだよな。気のせいでしょがっつり炎はディスのバリア割ってた気がするけど、いつも通りローテーションは考えてません。キャラパワーで勝てます。やっぱり原神芸人はレベル高いな。他とやることが違う。煽り以外のなんでもないじゃんそれ。やっぱりいいダメージ出るな。一つな引いた。アルハイゼン尊厳破壊チャンネルってここですか。今回はアルハイゼンメインだからヌビレットは控えめにしないとね。今ので十分インパクト残したから大丈夫だぞ。
文庫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 。今回の動画いかがだったでしょうか。いやーにしても丸日後に正体明かす人引き伸ばしエグすぎて泣いちゃったので、そのせいで日動画作らなかったもんね。それに関してはただの言い訳だろ。よかったらコメントチャンネル登録お願いします。また見てなー。